エギル・アンデルセン・ヒレラースは、ノルウェーの理論物理学者であった。二電子原子の規定状態エネルギーを予測するための手法や多電子原子に対する思考波動関数などの業績で知られる。ヒレラースは、南ノルウェーのサンソン・エンゲルダルの教師だった、オーレ・アンデルセンの息子として生まれた。ヒレラースは、彼が生まれた農場の名前である。ヒレラースは11人兄弟の末っ子だった。 小学校を卒業後は家で薪割りや柿は山の牛の世話などの仕事をこなした。17歳の時にようやく高校へ入学し、3年後にオスロ大学へ進学した。大学を離れると教師となった。結晶講師に関するマックス・ボルンの書籍を読み、光の二重屈折に関する計算を始めた。この仕事の出版によって、奨学金を得られることになり、 1926年から1928年まで、ゲッティンゲン大学でマックス・ボルンと共に仕事をした。彼の回顧録において、ヒレラースは1925年から1930年の期間を原子物理学の黄金期と呼んだ。ボーアの原子の理論が新たな量子力学に置き換えられた時代であった。1926年までに、 一電子水素原子の問題が解かれ、ハイゼンベルクは二電子ヘリウム原子の問題を量子力学的に定式化していたが、単純な一時接動による取り扱いでは実験値とかなりの誤差があるン化ポテンシャルしか得られていなかった。ボルンは実験とかなりよく一致する結果を得るためには、量子力学のためにこれが重大であると考えた。ヒレラースがゲッティンゲンに到着した時、ボルンが 結晶学の研究を止めていたことを知り落胆した。最初は自身の結晶に関する研究を続けたが、ボルンの学生が病気になり、ヘリウムの問題についての急を要する仕事を割り当てられた。ヒレラースは2つの重要なやり方で改良を試みた。まず、不完全な束縛状態水素様関数を完全なラゲール関数によって置き換え、座標の数を6から3に減らした。 機械式の卓上計算機を使って得られた結果は、実験とかなり良い一致を示した。この結果は評判になったが、0.12エブの不一致がヒレラースを悩ませ続けた。あとの1928年、角座標を2つの電子間の距離に置き換えるべきだと、気づいた時に突破口が開けた。波動関数展開において、わずか3つの項を使って誤差は0.03まで減少し、 6つの項だと誤差は0.01となった。この研究はすぐに、他の二電子原子や水素分子にも適用された。ヒレラースは、欧州原子核研究機構の創立者の一人である。ヒルローズ、イーグル A、デミニセンシーズ・フロム・アーリー・クアンタム・メカニクス・オブ・ツー、エレクトロ・アトムズ・イン・ザ・プロシーディングス・オブ・ザ・インターナショナル・シンポジウム・オン・アトミック。 アンドモレキュラークアンタムメカニクスインオーナーオブイーグル、A ヒルロズ。レビューズオブモダンフィジクス35-421-431ビブコード1 9 6 3 r v m p 3 5 4 2 1 h ドイ、10.1103リボマドフィズ35.421ヘルガッカートリグビークラッパービムパースペクティブオンロイエバレッタシュナングでアエネルギーで、 ヘリオムズ・イム・グランザ・スタンド、ゾビ・デティ・フェイシン・タイムズ・フォー・ウォルソ・ヘリウム。セオレティカル・ケミストリー・アカウンツ103、180-181、ドイ、10.1007、S002149900051、セカンドセッション・オブ・ザ・ヨーロピアン・カウンシル・フォー・ニュークリア、リサーチ、ミニッツ・オブ・ザ・セッション。セルン、セルン、ジェン。 に、https コロンスラッシュスラッシュシリーズセルンドット ch スラッシュレコードスラッシュ211612017年9月20日閲覧。イニヘブル AV がナーユースメドルジャン。デッドコンジェリジノルスキービデンスカバーズセルスコブ。2012年5月21日時点のオリジナルよりアーカイブ。2015年5月6日閲覧。ありがとうございます。